ボートレース下関は最後3つ目の準優勝戦第11レースの開始です対戦メンバー1号艇畑田太一2号艇徳松秀樹3号艇重輝彦4号艇平田忠則5号艇佐々木康之6号艇黒柳博隆以上6名です本番も123456枠りとなりそうで人気1号艇畑田太一1コースそして2コース相手として注目2号艇徳松秀樹 前半フライングがあってという中でのこの戦いです。徳松三コース三号艇重木照彦。四コース四号艇平田忠則は前半逃げで勝利を収めています。ここは四コース後方に下げての角戦。五コース五号艇佐々木康之。前半差しで勝利上がっているのは六号艇黒柳弘孝六コース。さあ最後三つ目の準優勝戦第十一レース。 2号手徳ス前半フライングを喫しておりますので徳スが2着以内に入った場合は3着の選手が優勝というそういう流れにはなります第11レース最後3つ目の準優勝戦スリット付近わずかに追い風コンディション進入インコースから1番2番3番4番5番6番です スタートししてきました1号艇、旗田好スタートその他の艇もいいスタートになっていますさあ1号艇、旗田がまずは先に回る3号艇、刺激は外さして2番あるいは4号6まで相次いで旋回ですが1号艇、旗田ここは逃げに持ち込んで早くも五六艇心リード2番手は左内六6号艇、黒柳が伸ばして外に4番、3番あとは2番、後方5番スタートは前提成常でした1号艇、旗田トップ2番手握り込んで3号艇刺激ですが大きく流れて6号艇 黒柳に対して4号手平田の差しの方が際どく迫ってさあ2番手4号手平田がどうやら上がったか逆転1、4、6となってレースは2周目あとは3、2、5と追いかけていきます2番手は上がってきて4号手平田切り返してやってくる3号手、刺激ですが2周1マーク4号手、平田が2番手守りに行きます二艇進のリード3番手は6号手、黒柳上位3艇は1、4、6二艇進3の4番手に3号手、刺激後方は離れて5番手、2号手、徳松最後方5号手、佐々木です。 1>, 1・4・6、2周二マーク1号艇の旗田がトップで旋回2番手4号艇平田3番手内から3号艇刺激接近も6号艇黒柳がキープ上位3艇は変わりなくの1・4・61番、4番、6番レースは最終周回です1号艇、旗田ースタートから押し切ってという形勝利へ向かいますトップです2番手4号艇平田3番手6号艇黒柳の1・4・6最終1マーク最後の向こう上面上位3艇1・4・6 三連対一四六、三十五点四倍を示しています。一号艇四号艇六号艇の順で最終ターンマークです。一号艇畑田太一がトップで、最終ターンマークの旋回。二番手は四号艇平田忠則。三番手六号艇黒柳博隆。一四六、第十一レースの準優勝戦。一着は一番。ゴール二着四番、ゴール三着六番、ゴール。あとは三番、二番、五番の順で。ゴールイン。